はい、明星大学理工学部総合理工学科物理学系沢愛好会会長千葉、こんにちは、沢ヤンゲームズで出てたシャトブレー、本日なんですけども大変長らくお待たせいたしました、高橋由伸選手使ってみたこちらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと待たせすぎた、本当に申し訳ございません。ただ、本日高橋由伸を、使う前に皆さんがおそらく気になってる、プロスピ交換会、こちらに関しては高橋由伸を使った後、ビッツさんの企画潰しと高橋由伸って言われてるから、もうプロスピ交換会メインなんだけど、その前に高橋由伸を使った場合こっち側で大変なことが起きちゃうんじゃないのっていうことで、本日まず高橋由伸を使ってから、プロスピ交換会、俺の初めてだからやるの初めてだから、企画通無視の高橋由伸使ったがプロスピ交換。はい、そしてまあもちろん称号チャレンジはちゃんとやりますって極みにしたし、なんなら特能もこれ見れないよ、これ見れねえじゃん、まあ、特能も全部つけた、全部フルマスクと高橋由伸に、称号つけていきますね。由伸は俺ちょっとねやるわ、もう惜しまないわ、惜しまずに本5個でもう紫狙うは星4つ、いきます、称号獲得、はい、来い最強の由伸現れろ、どうバズーカ由伸。はい、マッチングいたしました。菅野投手です、一連勝中対戦よろしくお願いいたします。いや、ようやく使えるぜ由伸、マジ使いたかった、もう今作今回のこの OB の中で一番最強って言われてるからね、頑張っていきましょう。まずはダルビッシュで抑えなきゃいけないんだけど、まあ皆さんすでに今日お気づきだと思うんですけど、はい、僕今日髪の毛かつこよくなっております、どうですか、髪の毛あるうちにこう遊べるこの喜び、非常に最近噛み締めてる次第でございます。本当にね、髪の毛に感謝、そういう言葉を残しつつ今日はちょっと戦っていきたいんだけど、どう、入らないです、入ってないか、なるほど、まあちょっと最近ね、こう遊ぶことをね覚えながら、もう髪の毛も遊びつつプロスピでも遊んでいけたらなと思っております。さあしつかりと、はい、キャッツチありがとうございます、いいね、外からベストピッチのスライダーギュン、これも取れるんじゃない、オーケー、ありがとうございます。さあ完璧、キレ伸び、ちょっと誰もちょっと全部特のつけたいね、今後誰の特のちょっと全部つけていきたい所存ではある、振ってくれない、それは、なるほど、どうしようかな、でもさっきから2球目通信投げすぎてるからちょっと危ないけど、ちょっと危ないけど投げちゃった、まあいい、これボール球でいいです、これボール球でよくて、内側からスライダーも入れていこう、内側からギュン、いいよ、でここでツーシームの見せかけてシンキングスプリット取れるよね、オッケー、完璧、ナイスナイスです、ありがとうございます。さあ来たぜ、由伸の出番だ、由伸一応ね2番に置いた、せっかくなら得点圏に、ランナーがランナー背負ってる状態、ちょっと由伸出したいから、ちょっと由伸で無双する、まずはちょっと近持っちゃんで打たなきゃいけないんだけど、ワンスイム、菅野選手どんな球投げてくるの、やっぱりね最近打席来たと思うんだけど、ピッチャーを知ってるか知らないかで、ね、打てる確率変わってくるんだよね、一回集中する、どう、さあ3球目は何か、うまい、もういい、あ、全然いい、全然見逃しいいです、はい、はい来ました、バズーカ由伸パワー S でございます。さあ行くぜ、ワンシーム、素晴らしい、おっつけ、もうヒットでいい、一球で終わっちゃったけどいいね。さあからの、バースですね、オッケーオッケー、しっかり進塁だ、進塁で、ここで村上で1点取ります、はい行きます、ホームラン打つぞ、絶対ホームラン来いよ、いやとちょっと届かないね、まあ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 、まあ、素晴らしいバッティング、絶対いったと思ったけど、とりあえず1点獲得、もう最近ね負けなくなってる、オーダーが強すぎて負けないんだよ、正直正直負けないから、そろそろ横浜 DeNA ベースター純正作ろうかなと思っちゃってんだよ、そろそろ純正ベースターズを作ることに着手しなきゃいけないなと思いながら、もうやっぱちょっと純正のこの純正じゃなくてこういう最強打作ること、まだやめられない、まだ楽しいボールだね、はい、どうする、甘いの来るよ、バズーカ坂本落ちんじゃないこれ、オッケーオッケー落ちた、はい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 、ボール球ヒッツと一緒、これがバズーカ坂本、ボール球全部ストライク、どんな女の子も全部好き、ちょっと間違え、言い過ぎた、ちょっと間違えて、ちょっと間違えたら許してほしい、あピッチャー交代、菅野慶応、はい、本田仁海来た、人見選手ですね、本田仁海ってまた怒られるから、人海が来た、人海打つわ、それは打っちゃうぜ、それは甘いぜ兄さん、
甘いぜ、それは。ツーアウトが止まらないぜ。いやー、抜けないか。まあまあ、とりあえず2点。素晴らしいんじゃない？オッケーオッケー。由伸から始まったこの流れ。さあ、ここでチャチャッと抑えちゃう。チャチャッと。はい、しつかいボールダウンフラッシュ。まずワンアウト。これをボールダウンフラッシュで、ツーアウト。煽り入れてきてる。負けを認めたか、兄さん。スリーアウト、ゲームセット。さあ、2試合目は相手達人だね。さっきよりだいぶ強いぜ。頑張っていくぜ。勝っていくぜ。いや、ちょ、高橋由伸、ホームランぶっかましたいけどね、打てないかな。俺もさ、なんか上手い実況者みたいにさ、使いたいキャラでバツコリ動画でさ、ホームランかますみたいなことやりたいんだけど、なかなかまだうまくいかないんだよね。はい、オッケー。危なっ、おい、危ない。はい、達人をしつかりと0アンダーで抑える。さあ、相手山岡で、おつけおつけ、縦スラと夏くるカーブの使い手、オッケー、任せろ。ちょっとこのタイプで山岡まだやったことないかも。俺やったことないけど一発で打っちゃうんだよね、使ってるから分かるんで。変化、さあ来ました、バズーカ挑発発動。スラープか、今の打てたらもったいねえな。次ナックルカーブ来そう。一回ストレート入れてくる。はい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 。さあ、何を狙っていくか。ボールですよ、それも見えてますよ。縦すら来いよ。はい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 、オッケー。こっからナックルカーブでしょ、次どうぞ。いや、惜しい惜しい。ナックルカーブ上がってたけどボールだったから、ちょ、ごめん由伸、本当にごめん。ここのスライダー超嫌だと思う。絶対嫌だ。オッケー。オッケー、勝ち。はい、切断、さよなら、バイバイ。ははははちょっと最後にするわ。これでもし、由伸で打てなかったら、もう、交換会はきっと恵まれてるっちゅうことだよ。うん、信じよう。ラストいきます。いやー、ちょっとなんかフォークかと思っちゃった。もったいねえな。さあ、由伸。由伸が打てばいい。1カウントで十分ボールが見えたから、由伸で打つ。いきます。カットボールね。はい、ボールから入ってツーシーム捕まえるわ。それもボール、いいよ。え、勝負しない系？オッケー、いい、大丈夫。1球見る。いやー、いいバッティングでも、素晴らしいバッティングの後ろ。もうホームランでもいい、もう合格です。一回集中する、絶対由伸返す。村上なんだよね、やっぱり村上だわ。もう失投はダメですよ、バツクスクリーン機ですよ、それは。ごめんなさい、もう翻弄すぎる、もうやめだ。俺1点も今日取られてない。さあ、てこれ皆さん、お待たせいたしました。ちょっと、ヨシノムが強いのはもうよくわかった。プロスピ交換会見ていきましょうか。誰が来てるか。ちなみに私が出した選手も多分まだ知らないと思うんで、それも楽しみに見ておいてください。いきます。プロスピ交換会。これ出てくる。俺まだわかってないんだよ、よく。あ、これで押したら出てくるんだね。うわ、ドキドキする。うわ、ドキドキする。ちょっと、なんか大谷とか来ないから、山本ヨシノムが来ないから、めっちゃ欲しい。お願いします。タツプスクリーン。誰？誰これ、誰わかんない。田中なんて書いて、なんとか勝ったよね。これ松本ゆうきじゃない？これ誰だ。見れないんだね。なんか見れないね。